顔に薄くしたハイターでキッチンペーパーでパック1分くらいするととても綺麗になります。絶対にやめて。今から大事なこと言いますよ。よく聞いてください。キッチンハイターはキッチンで使うんです。顔に使うものではございません。ということで、どうもこんにちは、ハクです。こんにちは、ハクミだ。はい、もう最近こういう変な DM ばっかり来るんですけれども、いろんなことをね、外遊で試してる方もいらっしゃると思うんですが、少なくともキッチンハイターを顔に使うことはやめてください。はい、ということでお待たせいたしました。はい、目代わりといえばもちろん2本分僕はいつも動画を載せた後にやっているこの企画ですね。題して目代わりアンサー動画ー。はい、ということでアンサー動画ということでですね、目代わり1本目2本目合わせて約40分ぐらいあると思うんですね、動画の長さ的に。その40分以上ある動画をなるべくね、1本の動画にまとめて、かつそれぞれの商品の特徴は説明してるけど、どの商品とどの商品が相性がいいよとか、この商品はこれらの成分と相性がいいですよとか、普段使ってるスキンケアでこういったものがあったらその後にこれを使ってくださいねとか、スキンケアの順番も含めて僕がお答えいたします。それでは今日もやっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで今回目代わりで僕がですね紹介した10商品こちらですね。お、すごい、今回は全商品立つ。今回確かに2本に分けたんですよね。あれ待って、1個足りなくない？ああ、持ってきます。思い出した。あぶねえ、あぶねえ。今回僕が一番ベタ褒めしたと言ってもいいぐらいの商品なのになぜか忘れてた。はい、というこの10商品ですね、こちらが2本目でこちらが1本目ですね。1本目は洗顔フォームから化粧水とかクリームまで含めて、顔全体のスキンケアの順番に含めてに関わるものを選びました。で、2本目に関しては安定のね、セラム大魔王ですからね、魔王にふさわしいものをちょっと選別させていただきました。で、まあ早速じゃあちょっとどういう風に使ったらいいかっていうのを説明するんですけど、基本的にこの10商品をもし一緒に使うのであれば、こっちからいきますね。こういきますね。最初に洗顔、VT のリードルショットクレンザーでしっかりとね洗顔しつつ、これねちゃんとシカリードル入ってるから、あんまり目元近くはやらないようにしてくださいね。で、これ動画見ていただけたら分かると思うんですけど、泡がマジですごいの。濃密にも濃密すぎる、マジで。で、その後角質とかメイク残りもこのパッドで、綺麗に落として、で、その後化粧水ですね、ミグハラの。これは最近ね、一部としてよく愛用してますね。この3つね、最近結構いい組み合わせでよく使ってますね。これしっかり保湿とね、水分バリアもしっかりと形成してくれるし。で、その後にこっちの美容液に入りますね。で、これはもう最後ですね。アイクリームとクリームなんで。最初の1本目で紹介した5つの商品は、同じ日に使っても全く問題ないです。ただこのクリーム自体が結構軟膏っぽくて、保湿能力がめちゃくちゃ高いんですね。だし傷の修復にもすごい長けているので、基本的にはニキビ跡とか気になるんだったら、結構このね、イゼンツリーのクリームめちゃめちゃおすすめですね。新商品として僕が紹介しているものではあるんですけど、前々からね、商品自体はあってリニューアルしたんですよね、確か。パッケージもリニューアルしてて、リペアっていう意味ではマジで結構ハイエンドなクリームって言っても過言じゃないかも。で、この間にね、美容液を使いたいんですけども、一旦下に置きますね。わかりにくいですよね。で、アイクリームとクリームは結構間時間空けてください。クリームやってすぐアイクリームだとあんまり意味ない、まあ意味はあるんですけど、間空けてからやった方がより効果は出やすいです。で、この本当はこれブースターなんですが、ここの立場では化粧水として2回以上絶対レイヤリングしてください。僕は3回おすすめします。で、3回やったら結構ね、本当にもっちもちとして、顔にね、本当光沢感のあるような透明感が出てくるんですよ。で、触ってみると、あのね、もっちもちさとキメの整え方がマジでレベチすぎるのでおすすめです。で、オートアイクリームもマジでね、アイクリームとしてめちゃくちゃ優秀なので。で、この間に使うものとして、まず最初にこのメディキューブのアクネのね、ピリングセラム、これは洗い流すセラムなので、基本的には一応どっちでも使えるんですよ。なんならこの洗顔フォームにワンスポイント垂らしてやることで、ピーリングもね、マイルドにやりながら洗顔もできるのでいいんですけども、僕は別々でやった方がいいかなっていう感想ですね。メイクはまずクレンジングオイルで落とします。で、そしたらこのピーリングセラムで顔に塗って、
1分ぐらい放置してください。放置したらまたぬるま湯で軽くまたローリングしながら落とします。でそうするとこれだけで角質とか角栓がまあ確かにある程度落ちるんですけど、鼻周りとかこの辺にもし毛穴が広がってしまってるよっていう方は白いプツプツが見えてくると思うんですよ。ちょっと表面に出てきてると思うんですね。それが大事です。表面に出てきたってことは奥に今までずっと潜んでいたものがこのピーリングによってね皮脂汚れを表面に出してくれてるんですよ。ただ綺麗に落ちないですよね。それは表面に出ている部分だけじゃなくてまだ毛穴の奥には酸化してカッチコチに固まった皮脂汚れがまだ溜まってるから引き抜けないんですよね。全部溶かしきれてないんですよ。でも安心してください。毛穴に詰まった皮脂汚れは一回全部取ろうとしないでください。一回全部取ろうとすると毛穴を広げてしまって大変なので、タイトニングっていう工程がすごい必要なんですけど、タイトニングって実はめんどくさいんですよね。メディキューブのああいうお家でできるハイフエステみたいな、ユーセラーディープショットみたいな、ああいうのがあればいいんですけど、ないのであれば基本的にはペプチド類とかそういったものを含むこういったものでタイトニングをしてあげるといいですね。だからこれを使った日の美容液は絶対これ相性いいです。これすごいよ。高いけどドクターペプチすごい。ペプチド24種ってマジ聞いたことない。やめてください、ドクターペプチさん。他の企業さんがついてこれなくなっちゃう。なのでこれを使った日は結構これでタイトニングも合わせてねおすすめでございます。でこれとこれは別に一緒に使っても問題ないです。こっちでもいいしこっちでもいいです。僕的にはメイク落とした後にこれやって、カカオ表面に角質柔らかくして毛穴もねちょっと柔らかくなっていて白いプツプツが出てきた状態で優しくね洗顔してあげるといいかなと思いますね。その後トナーパッドで表面上のね角質汚れとその白いプツプツも落として化粧水って、うわすごいよ。ただ絶対毎日はやらないでくださいね。この過程はこれはほんと1週間に1回か2回、まあ4日に1回ぐらいかな僕のペース的にはという感じですね。なのでスペシャルケアの日としてはこうでもいいかな。でピーリングによって肌が敏感になっているので軟膏クリームでしっかり、うわすごいあれ整っちゃったな。でここわざと間開けてるのは時間を開けてくださいよの意味です。そうですね。あとはトリデン、皆さんトリデンのダイブインセラムご存知ですよね。マジで超ベースセラムとして優秀なものなんですけど、まあ、最近はねスキンワオーフォーをよく使っていたんですが、トリデンのねこのねシカのやつなんですけど、バランスフルセラムもマジでいいです。ダイブインセラムよりはちょっとテクスチャーがとろみがあるので、よりしっかりと肌の表面にとどまって吸収してくれる感じですね。これで肌が荒れるってことは絶対ないと思ってます。どんな人にもおすすめできる美容液ですね。これはここですね、もし使うとしたら。でそうなったらアイクリームはちょっと重いかも。こうかな、はい。でレチノールとペプチド相性いいのはご存知ですよね。なのでこの2つ、レチノール入り、今回あえて2つとも僕レチノール入りの商品をセラムダイマオで紹介させていただきました。実は2つとも同じレチノールだけど目指すそのゴールが全然違うんですよ。こっちはこの値段でよくできたなっていうのがあって、スキン&ラブさんちょっとね見直しましたね。一回僕動画でね9点の番組の方でもね一回させていただいたんですけど、予想以上にこれがすごい。3000円以下でマジでできんのっていうレベルですね。だってこれと同じようにエアレスの容器なんですよ。エアレス容器ってだけの実は結構コストかかるんですよ。でエアレス容器のいいところは、まあ、これもそうなんですけど、中の商品の劣化を防ぐんですよね。それがレチノールだとなおさらいいんですよね。レチノールって空気や光に触れるとすぐ劣化してしまうのでごめんなさい、レチノールが劣化してしまうからエアレス容器っていうのはすごくいいんですね。でかつこれあまりにも僕が気に入りすぎてますよね。 EGF、FGF、TGF だったっけかな、確か成長因子が結構入ってて数種類含んでいて、しかもペプチドもね豊富な種類含んでいて、レチノールに関してはそう、しかもリポソームレチノールなんですよ。それもまたすごい技術で、リポソーム化っていうのって実は複合体を小さくまとめて吸収しやすくしているものをリポソーム化っていうんですけど、レチノールをさらに吸収しやすくしてるんですよ。すげえなと。でしかもちゃんとビーガンコスメで敏感な肌用のテストもしっかりとクリアしてた、ドイツのダーマテストですね、クリアしていて、これはちょっと今回すごすぎた、使ってみてて思った。でそれでいって3000円以下っていうのがやばい。普通に考えたら多分これドクターペプチより高い可能性ありますよ、成分的には。まあ、単純にドクターペプチはやっぱブランドがあるから、あの日本でいうデパコスみたいな感じなので、まあデパコスって高いじゃないですか。それってなんで高いかっていうと、あんまりブランドさんの前で言うことじゃないんですけど、宣伝をするじゃないですか、広告費を使ってるから、その分を商品の値段で回収するしかないんですよね。だからデパコスって値段が高いんですよ。まあアイオペももちろんそういう一つでもあるんですけど、アイオペはシンプルに研究費がすごいかかるそうなんですよね。でここはちゃんとブランド料金っていうのも加味はされてるんですけども、シンプルに研究がすごいです、アイオペは。でちなみにアイオペの話で言ったら
だから言いますけど、アヨペは実はレチノールの本当パイオニアと言ってもいいぐらいのめちゃくちゃ昔からレチノールっていう商品に注目した化粧品ブランドなんですよね。純粋にレチノールの本当強みを生かしに生かしきったものがこっちですね。レチノール 4X が 1% というシンプルにレチノールをちゃんと効果を短期間で素早くしっかりと効果が現れるようにしたのがこっちで、肌のリニューアルですね。素早くかつ新しく生まれ変えさせて綺麗な肌にする、つまり子供の肌みたいにポソンポソンなあの肌、ポソンポソンをまた日本語なんていうのか忘れちゃった、あのポソンポソンな肌を作るのがもうこれですね。スキャンドラブはトータルエイジングって感じですね。どちらかというと成長因子も含めてペプチドも含めてっていう感じで、どちらもだからまあ20代30代40代50代全然使えるんですけども、10代が使うのであればこの2つよりかは10代まだ成長因子は早いと思うんだよな。あ、そう、これしかもバクチオールも入ってんだ、そういえば。あー、お前すげえな、神、マジですごい。当然濃度は低めだと思うんですよ。シンプルにたくさん含んでいるから、それぞれ高濃度にしちゃうとね肌に負担がかかりすぎるので、主成分となるリポソームレチノールが 3% で、多分これが一番高濃度で、それ以外はやっぱり低濃度に抑えてると思うんですけど、それでもね入ってるだけでも全然違いますからね、成長因子に関しては。で、レチノールとねペプチドは非常に相性がいいのでね、これとこれどっちかだけにしてくださいね。日によって変えたりとか、あとは自分の、今の条件に応じて変えたり、それこそ女性でしたらホルモンバランスが乱れやすい習慣とかはこっちを使って、普段の日になってきたらこっちに使ってっていう風にするといいですね。でその後にちょっと時間空けてから、ごめんなさい、こうですね、ペプチドは先です、ごめんなさい、嘘です、レチノールが後です、クリームの直前にしてください、レチノールは。はい、危ねえ危ねえ使用性使用性。ただこいつを使うのであればこれは使わなくてもいいです。なぜならこっちにもペプチドがね複合体含まれているので、シンプルにトリデンだけでいいです。こうこうこう、うわ、これもまた素晴らしいな、うわー美しいまあよく言えばね、ちょっとコラーゲンがやっぱ足りないからオートアイクリーム入れたいんですよね。これ超低分子のコラーゲンをね微細な振動で入れられるからマジでいいんですよね。でもまあシカリードルによって毛穴より小さいんですよ、シカリードルって。でそれで毛穴の奥に入って真皮層を刺激してコラーゲンとエラスチンのね生成を促すから、これだけでもだいぶねコラーゲンの生成も促してくれるんですけど、肌表面もよりポソポソにするためにも必要ですね。ここはちょっと時間空けつつこう使うっていう感じですかね。いや素晴らしい。これは本当に週に1回もしくは2回だけにしてくださいね。でこれもう皆さん使ってみてほしい、すごいね僕は相性良かったんだよな。今んとこ歴代1位の洗顔フォーム、僕の中では今はアイソイかな、青いファーストドクターアクニクレンザーだったかはちょっと忘れたんですけど、青いクレンジングフォームですね。僕の上半期のベスコスに入っている洗顔フォームでございます。でワンデイズユーもね、ワンデイズユーの中でこれ一番人気のトナーパッドで、全商品の中で一番の人気商品ですからね。韓国内でもめちゃくちゃ売れている商品です。いやーいいね。もしレチノールがまだね肌 A 反応慣れてなくてちょっとピリッとするっていう方もこのクリームで抑えられるから、この組み合わせもマジでいいですよね。このレチノールの後のこのクリームをこっちを使うならこうかなと思いますね。ただここもちょっと時間あけたいな、だからこうかな、この4つはバーって使って、でこれレアリング1回にしてください。今度だったらちょっと重いかもしれないので1回のみこの化粧水はね。でこれ使ってちょっと間3、4分、まあ、できればもうちょい5分ぐらい開けて、レチノールクリーム塗って、また5分から10分ぐらい開けて、アイクリームですね。あ、今ずっと夜のスキンケアの話してたんですけど、もし朝使いたい場合ですね、こいつの登場です。なんと朝も使えるレチノールなんですよ。これがさっき言ったアイオペが研究にお金をかけているから商品の値段が高くなっちゃう理由なんですよね。でそこがすごいよね。まあ朝ももちろんこれ使ってもいいし、朝だったらこうかな、ちょっとペプチドは入ってないけれどもこれでもいいかなって感じですね。まあクリームはこれじゃなくてもいいです。自分の使ってるクリーム、自分のでもいいよっていうものはもし今買えるとしたら、いやこれはぜひとも入れたいね。朝ナイアシャミドとアルブチンはぜひとも朝のうちに入れておきたい。その他メイクのにもいいし、紫外線のね対策にも少なからず本当ビビたるものですがメラノサイトのねメラニンの生成されたものを早く還元するっていう意味でも、で洗顔も別にぬるま湯だけでもいいので、まあ、この4つはね非常に相性いいのでぜひワンステップ使ってほしいかな。なんなら朝ぬるま湯で顔洗うのめんどくさいならこれだけでもいいです。顔これで顔洗うっていうのでもむしろ全然ありです。いややっぱアイアペさんすごいよな、朝も使えるレチノールにしちゃうんだよ。紫外線をもう敵じゃねえぞと、
さすがです、あよぺさん。その技術力はまじ他社にはない。大半の韓国コスメの企業って自社工場ないんですよ。じゃあどうやって商品作ってるかというと、韓国ってどちらかというと工場がすごいんですよ、韓国って。で、工場内で研究もしてるんですね、商品の。だから有名なスキンケアとか化粧品の商品を作る工場がすごいたくさんあるんですね、有名なのが。結構メジャーなので言ったらコスマックスっていう、商品の研究から量産とかも含めて全部やるところがあって、でこういうメディキューブとかトリネとかアイオペとか、ちょっと自社工場あるか分かんないんですけど、こういったブランドがそういう工場と交渉するわけですね。で、工場側は今こういう商品を、私たちの商品開発してますっていうのを何パターンか見せるんです。で、その中からブランドさんは、あ、じゃあこの商品をうちのブランドで販売させてくださいっていうふうにこう契約をするわけですね。もしくはブランドさん側が、あ、この商品にこういう成分を足したもの、もしくはこういうテクスチャーのものをうちで契約させてくださいみたいな感じでするんですね。だから例えばですけど、まあ、それこそイズエンツリーもそうですが、正直まだ日本ではこのイズエンツリーというブランド名はメジャーじゃないじゃないですか。でも僕が選んだ理由の一つとしても、工場が結構しっかりとしてる工場だったんですよね。僕も知ってる工場だったから、あの韓国の工場が作ってる商品だったら間違いないと思って、でそれで使ってみたらちゃんといいなと。多分その工場で作ったものまんまやってるというよりは、多分一応イズエンツリーさん側も商品開発携わって、こういう風にやってくださいっていう風に多分提案はしてると思うんですけど、だとしてもすごいしっかりねされている商品だなっていうのを僕がちゃんと見極めておりますので、例えば商品ページで日本語がおぼつかないのがあったとしても、ご安心ください。ちゃんと中身は僕がしっかりとね保証します。はい、ということで今回メガ割のアンサー動画として、今回紹介した10商品をどういう風に使ったらいいかっていうのを、ご紹介させていただきました。基本的にはどれとどれが絶対ダメっていうのは、今回はこれとこれ同じスキンケアタイムで使うのはちょっとヘビーですよぐらいかな。まああとはこれを毎日使うのはダメですよですかね。今回ってか最近の韓国コスメって結構ヴィーガンだったり、あとダーマテストのクリアしてる商品がもう結構増えてるんですね。なので問題ないかと思います。いや、今回の10商品はマジで全部どれ買っても絶対に損はさせません。あ、そしていつも DM ねよくいただくのが、なんかヒョクさんが紹介したスキンケア順番通りに使ってめちゃめちゃ肌白くなりましたとか、でニキビとか肌荒れがだいぶ減りましたとか、そういう報告もね結構いただくんですよ。本当にありがとうございます。なんかそういった声のおかげでやっててよかったなって思えるのでありがたいですね。はい、だありがたいコメントもあれば、ああいうへんてこなのもあれば、傷つくような言葉の DM もあれば、結構いろんなのがあるのでね、そういう傷つくようななんか DM の時はもう DM 閉鎖したいって思うんですけど、どうしてもねやっぱありがたい DM をいただくことの方が圧倒的に多いので、そういった方々のお声を聞いて僕も頑張れるので、あとはぜひともコメント欄でも皆さん何でもいいのでなんか残していただけたら嬉しく思います。ぜひコミュニケーション僕と一緒に取りましょうそしてこの動画が良かったらぜひともチャンネル登録とグッドボタンをぜひともよろしくお願いします。ということで以上、ヒョクでした。バイバイ。